こんにちは、都屋工房の野村雅人です。今日はこの竹ぼうきをリバースエンジニアリングしてみたいと思います。実は去年竹林整備の折に出た竹を使って竹ぼうきを作ってみたんですが、うまくいかませんでした。今年こそはリベンジでいいものを作ってやると思ってます。まず重さ、さっき測ってきました、860g です。長さを測ってみたいと思います。この芯棒の芯棒というか、この竹材の長さ108センチ、108センチ、全体の長さが158センチ。この直径が、根元の直径が24ミリ、ここら辺が30ミリ、こういうな竹材でこの細い枝があるやつを使ってますね。で、この細い枝をここに入れて縛ってるのかな、麻紐で縛ってますね。みんなほとんど同じような枝ですね。2本ある竹の枝の2本こう竹の枝出てますが、それうちの片割れでしょうね、おそらく。で、第1節目が全部揃ってますね、大体ね。こんなふうに、大体1が揃ってます。麻縄、麻縄、ここ針金、ここは針金ですね。針金が間が9センチ、芯、竹の先の先端の方これですね。これ先端があるもんね。ここまでの長さは30センチ。30センチですね。枝の数数えちゃおうか。こっから数えるとして、1、2、3、
5、これなんかな、これは何だろう、1種類ではないですね。こういう太いやつとそうでないやつを使ってるんですね。はい、ちょっと印がないと分かんなくなる。ここから数えましょうかね。これから1、2、3、4、5、6、7、8、9と10と9本ですね。9本とこういうタイプでないのが2個使ってありますね。この黒いのは何だろう。これも黒ですもんね。この広がりはどうやって出したんだろうね。こういうタイプの枝をきちんと集めるんですね、多分ね、長さを揃えて。はい、はい、一通り見てみました。軽いですもんね、だいぶね。さあ、できるかな。今年はイノシシも出てるんで、去年みたいな竹林作業はできないかもしれないでしょうけど、このベンチは作りたいですよね。あれを言ってきた。はい、都屋工房の野村美里がお送りしました。竹ぼうきのリバースエンジニアリングでした。それではまたお会いしましょう。